ハイドン公共曲第104番に蝶々放冒険 i-104 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1795年に作曲した公共曲。イギリス訪問時のロンドンで作曲された、いわゆるロンドン公共曲のうちの一曲であり、ハイドンが作曲した最後の公共曲である。ハイドンの代表作の一つであり、ロンドン、またはザ・ロモンの愛称で知られる。ハイドンは、 実質譜に私がイギリスで作曲した12番目と記しているが実際には12曲のロンドン公共曲のうち第99番などがウィーンで作曲されているためこの記述は正しくない。初演は1795年5月4日の事前コンサートで行われたと言われてきた。ハイドンはこの日の日記にすべての観客も私も余すところなく楽しんだ。 私はこの夜に4000グルデンの収入を得た。これはイギリスだからこそ可能だったと記していることからこの日に演奏されたことは確かである。しかしハイドン研究家のロビンス・ランドンは4月13日の第6回オッペラコンサートで初演されているとしている。ロンドンという愛称はハイドン自身によるものではなく19世紀になってから付けられたものであるが本作だけでなく 本作を含む全12曲のロンドン公共曲すべてがロンドンに関係しているので、この愛称に特別な意味はない。また、修学賞の冒頭で奏でられるドローンの特徴から、古くはバグパイプ付きといった意味のミッドデムドゥードルサックという愛称で呼ばれることもあった。全4楽賞演奏時間は約30分。AB ハイドン公共曲全集12音楽の友者。 1982年、序文より、スタインバーグ、マイケル、ザ・シンフォニー、エイリス・ナーズ・ガイド、P245 から247、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、1995、ウィキメディア・コモンズには、公共局第104番に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。